中日さん、HQS を達成した先発に白星がつくのは7試合ぶり。どういうことやねん。そんなことある？ご自慢の先発投手陣すら崩壊しとるのな。打点では甘え。白米？やっぱり和久井さんなんだよな。白米を食べてるんやから抑えて当たり前とか考えてそう。玄米なら打たれても構いませんか？ DQS は9回0失点。柳、せやろか？柳のせい、8月、4試合0勝2敗、防御 1.65、QS 率 75%、HQS 率 75%。シュニドラあるある。しかも中継ぎは最近鉄壁なのに。普通ちゃうんか、中日で麻痺してくるわ。2点以上取られたら試合見る必要なしって聞いたし。宇佐美のさよならが最大の勝ちパターン。昨日は阪神が負けたから中日が勝てた。やっぱり枠井使えるやん。成績が悪いのは大野の離脱で使い続けないといけなくなったせいやろ。投手が高騰すると4点取れないで負けたり、4点取ったら倒壊するを繰り返す球団。QS ならまだわかるけど HQS 達成で7試合役とかうぜやろ。言うて今時どこのチームも HQS 程度じゃなかなか勝てんやろ。そもそも中日って43勝しかしてないのに投手に勝ちがつくと思ってるのがおかしい。投手に勝ちはつくやろ。HQS の H は白米か？こちらはプロ野球チャンネルです。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価でやる気が上がります。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。